君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ、その日から何もかも変わり果てた気がした。昨日、菅田将暉さんの全国ツアーの東京公演が行われました。なんと会場にはあの大人気俳優がサプライズで登場。登場していただきましょう。最終日来てくださって本当ありがとうございます。楽しく終わりたいっすよね。君の目が貫いた。昨日、菅田将暉さんの全国ツアーの最終公演が東京で行われました。ファン20万人の中から抽選で選ばれた方だけが見られたプレミアムなライブなんです。その終盤、観客騒然のプレミアムなサプライズが。登場していただきましょう、山崎賢人。おー、登場したのは山崎賢人さん。来ちゃった以前、山崎さん主演ドラマの主題歌を菅田さんが担当。プライベートでも大の仲良しなんだそうです。そんな二大スターが大熱唱、めったに見ることのできないお宝映像です。そばにいるだけでほんと幸せだったな、そばにいるだけでただそれだけでさ、愛が僕に噛みついて離さないというけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。ちょっとずっと見てたい気分ですけどね菅田さんは山崎さんにライブ出演を1年前からオファーしていたんだそうです。歌うまいね。うまいですよね。続いてはこちらです。